ムシです。参謀総長が陛下に皆様の先駆けとして立派に活躍された第20新部隊の状況を奏上いたしましたときに、陛下から賢くも次のようなお言葉をいただきました。隊あたりきは大変よくやって立派な成果を収めた。身命を国家に捧げてよくやってくれた。第一線にこのお言葉をお伝えし、そのご家族にもお伝えいたしました。この機会に諸君にお伝えしておきます。終わり。何ですか、これは。和平について話し合うんじゃなかったんですか。さよう。この基本大綱が実践されれば、敵は講和を求めてくるでしょう。私は何も聞いておらんぞ。ですから、こうやって今ご相談申し上げておるのです。元なる考え方は簡潔。戦いが近づくほど日本は有利になる。近づくほど有利になるですぞ。失礼だな。そんなバカなことがあるわけがない。圧倒的に有利な点が2つある。我が本土の地形、そして国民の団結力です。今度は沖縄のようにはなりませんよ。敵が上陸しようものなら、直ちに我が軍の容赦ない猛反撃によって壊滅的な敗北を喫することになりましょう。さよう。具体的には三段戦法で打ち勝つのです。まずは敵勢力の4分の1を海上で特攻機によって壊滅。今や敵は完全に制空権を握っているのですぞ。次の4分の1は上陸的に撃滅。残り半分は敵が京都砲を築いてから殲滅する。夢を見るのもいい加減にしたらどうです。アメリカは兵力を無限に突き込んできますよ。それこそ幻想です。そもそも敵の供給に限界なしという考え方がおかしい。例えばこれほど遠く足を伸ばした陸軍のためにどれほどの供給ができるかは疑問でしょう。何かおっしゃったらどうです。まったく、どうしようもない。奮い立つ式に限界はありません。日本の精神力は優に敵を勝ってます。なぜ応援してくださらないんです。